どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京グルリインボーク、クリスマスプレゼントクエストということで、ひなみ戦をやっていきたいと思います。 S ですね、かなりですね、報酬が豪華なクエストになっております。確か去年、同じなのが来たと思うんですけど、動画にした記憶がないような気がする。うん、勝てなかったのかな、ちょっとよくわかんない、覚えてないんですけど、もう1年前のことなんでね、やっていきましょう。で、今回使っていくパーティーはこちらです。一応全員熟練で 100% で、このムツキですね、前々回ぐらいかなで、動画で、当てました。ムツキトールオークション落札ですね、こちらの方を熟練で 100% しましたので、運用していきたいと思います。まあ、このスキルですよね、強力な防御バフと、持続回復で、味方全員の武器耐久値を6回復ということで、まあ、前衛をね回復させるっていうかなり強いスキルですね。まあ、相手が、自分の攻撃プラス1、ね、武器耐久値削りを自分のアタックに、付与してきても大丈夫ということです。はい、行きましょう。お、押せないんだが、戦闘開始が押せないんだが、拒んできやがる。ひなみが来ないでっつって拒んできやがる。オッケー。去年な、どうしたんだろうな。A 周回してたんで、とりあえずここ3フロアだよね。ムツキのスキルを貯めていきたい。あー、火力上げた方が良かったのかな。とりあえず振り属性なんだが、重造は。ブレイクしたいんで、あー、オールの方でやるべきだったのかな。まあいい、敵の攻撃率下げていきましょう。硬いな、さすがの硬さだな。お題は結構。さあ、さすがの硬さで振り属性ですが、待って、何、どういうこと、あれ、ブレイクしてなくない？どういうことなんだろうか。あれ？あ、これなんか、ちょっと待って、これなんかある？このハテナってなんだこれ？ウィークハテナってなんだ、どういうこと？おいおいおい、ちょっと待って。下がれ。あ、待って、重造さ、やばいかもしれん。しかも今ちょっと焦って、うわー、ちょっとムツキのスキルために、うー、これはまずいぞ。とりあえずムツキ打ちましょう。ディフェンスアップしましたね。これはやばい、これは非常にまずい。とりあえず、死神のブレイクバースト発動していきましょう。駆逐でお願いします。これは武器耐久値削れるんだ、よくわからんな。バグ、あれか、フリ属性系か。あ、突破しちゃった。あ、そういうことだな。うん、そういうことだ。いやー、最後のクリスマス、もしかして水属性とかだったらちょっとやめてほしい。あ、火連れてきてね。どうやってご利用そうか。まあ、やるしかねえな。そうか、ここ削れねえのか。ちょっと待てよ。そうだよな、削れないんだよな。いや、最後のフロアのひなみがあれだな、属性どれになるかだな、これはな。うわー、これはまずいぞ。か、そうだ、こいつ回避率なんか上げるとかしてたような気がする。とりあえず撃って、武器耐久値はもうこまめに毎ターン回復していくよ。敵何してくるか分かんないからね。じゃあ行きましょうか。お返しです。お、いいね、いいダメージ出るよ。
ここは死神を出していくか。変われ。多分オール出せば終わると思うから、いや、ここ置いてもいいか。大丈夫だろ。で、ここは突破できたと思うから、多分ね、暴走排泄を、あ、そうか、あえて回避率上がってんのか。なるほどね。うーん、オールを出さざるを得ないか。オッケー、スキル打たずにいけたから、相手次のターン出血させて、内属性だ、光ね。オッケー、いいよ、光ならいけるぞ。キラーも刺さってるしね、暴走排泄の。オッケー。ちょっと最初ヒヤッとしたね、一旦目。完全にやらかしたね。まあ、こう、まあこういうこともあるさと。武器耐久値削れなかったのがちょっと、マジでビビった。ただ、防御力が上がってるのと、持続回復、かなり、役に立ちましたね。こういう S の、まあ、S、リニューアル後に S 出たのこれ初めてかな。あんま記憶ないんだけど。まあ、これからどんどん S ランクのクエストを出していってほしいですけどね。あ、スキルでフィニッシュしてなかったか。このスキルでね、フィニッシュしてなかったかっていうね、くだりもね、久しぶりですね、S ランクで。はい、ということでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。